私の背丈と同じぐらいの高さにあるこのブルーベリーの木大きな実がたわわに実っています旬を迎えるブルーベリーここの絵町にある観光農園ベリージュファームでは14日から摘み取り体験が始まりました広さ70アールの園内にはおよそ50品種1200本のブルーベリーの木が植えられています この時期はハ品種が食べごろでその場で摘み取って味わうことができます。こちらのサンライズっていう品種が、うん、おすすめです。はい、このうちサンライズという品種は直径2センチほどと大粒で甘みと酸味のバランスが良いのが特徴です。お気に入りの品種を見つけて食べ比べを楽しむのもおすすめですよ。 取り立てって感じで、とてもみずみずしくて美味しかったです。なんか全然違いました。酸味が強かったり甘みだけのやつだったり。また、園内にあるカフェでは、ブルーベリーを使ったピザやスイーツを提供しています。一押しは石窯で焼き上げたピザ。外はカリッと、中はもちっとした食感が味わえます。そうですね。うん。 ままずこうブルーーベリーの酸味がが口に広がりますそしてミートソースのうまみそして塩気がとってもマッチしていて美味しいですまた今年はパンナコッタやチーズケーキなどブルーベリーを使った3種類のデザートが新たに登場しました。 ブルーベリーの収穫時期ならではの新鮮なブルーベリーを使ったスイーツからピザからたくさんご用意してますのでぜひ摘み取りの後そちらの方も楽しんでいたただけたらと思いますベリージュファームでは8月末までブルーベリーの摘み取りを体験できます。